今ですね、まだまだ業務中、仕事がもう山盛りなんだけども、東京に行く準備をね、しなければいけなくて、で、何持っていこうかなとか、荷造りのことを考えてるんですけども、ですね、東京にね、行く荷造りで一番悩ましいのがですね、このパソコン、持っていくか持っていかんか。めちゃ悩んでるんです。まあまあこんな状態なんで、もうさっさと終わらして日帰りで帰ってこよう、帰ってきたいなっていうのもあるんですけど、まあ泊まりをせなあかん可能性もあるので、まあ仕事ね山盛り溜まってるんで持って行った方がいいっていうのはもちろんあるし、まあまあ今回会う人に。ですね、打ち合わせの最中パソコンいるか言うたら、まあ、あった方がもちろんいい。でもね、まあそこまでいるか言ったらいらんっていうね。で、まあ仕事もね、パソコン作業も出張中やるか言ったらそうでもないし、でまあまあ単体はすごい軽いから別に全然ええねんけど、カバンに入れちゃうとまあまあ意外と重いというか、カバンの中では本当一番重いアイテムの一つなんで、これね持っていこうか持っていかんかめっちゃ悩んでるんですよ。本当皆さんどうします？持っていく持っていかない、いやーどうしようかな、本当悩むね、一番悩む。まあこんなどうでもいい悩みを人生でどれくらいしてるんかなっていう、本当しょうもない感じなんですけど、無駄なのか、その無駄の積み重ねというのが、まあ、人生なのかと。まあ、今夜からですね、四国が大雨の恐れと